はい、どうも、こんにちは、ハッチョンでございます。マリオストーリーやっていきましょう。はい、パート22ですね。はい。ね、前回ね、チャールズに切れて終わった気がするんだよね。チャールズがなかなかなクソ野郎だったって話しかちょっともう覚えてないんですけど、まあ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 、まあ、とりあえず、少しでもいいと思っていただきたから、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、前置きが長いと、デモムービーが流れちゃうぐらい、ちょっと長ったるくなっちゃうんで、やっていきます。はい。さってやってっか。なんだ？なんだなんだお前ら。穏やかじゃない。お前か。おい、チャールズ。お前か。お前マジで許さないからな。お前じゃないな。これ、お前じゃなさそうだな。なんだ？大変だ大変だ！子供たちがいなくなってしまいました。お前デブ。自分たちだけでこっそりとジャングルに行ったようなのです。危険な場所です。急いで子供たちを。オッケー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 。こっちか？行けばいいのか？はい、行ってくるよ。よーし。なんだってんだよなー。これがない。どこにも行けねえじゃねえか。あ、なんだ、お金だ。やった。よいしょ。いや、痛い！え？え？なんだこれ？え、なにこれ？え、HP も減ってねえし。なんだ？なんだ？敵かい！ピロリン草魂、はい。ピロリン草魂だよ。触るとハートを出すピロリン草になりすましてるんだ。厄介。最大 HP は8で、攻撃力は2、防御力は0だ。噛みつかれると毒を受けるんだ。そうなるとマリオの HP がだんだん減ってっちゃうからね。なるべく早くやっつけるか、まめに回復するようにしないと大変だよ。あー、オッケー。はい、倒れなさーい。よっしゃあ、倒せたこともなるね。よっしゃあ。はい、ってことで回復いって、回復遊びたいなー。あ、ここか？これなんだ？あー、ダメだこいつら。俺にはどうすることもできないや。あ、いける。いけるのだが。こっちはいけないか。あ、なんだ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 、何にもないか。あ、いける、こっち。帰ってこい、こんないたずらボツたちめ。なんだ、なんかあの花気になるんだけど。ちょいとあたん、そこなんだ。聞こえてたらこっちを向いておくれよ。どこだ、いたー。あーんなところに、この字に引っかかっちまって困ってるとこだったんだよ。なんとか助けてくれないかい。どうする、あ、これか。はい、もっとしっかり頼むよ。なんだお前、お前俺に命令、俺に命令すんなよ。俺に命令すんじゃねえぞお前。よし、はい、オッケー。おい、踏んづけてやるぞお前。ふう、助かった。まったく生きた心地はしなかったよ。助けてくれてありがとうね。おかげさんで無事みたいだよ。やれやれ、いたずら盛りの子供たちを追いかけてきたまではいいけど、あの子たちのいたずらに引っかかってあの通りのありさまだったのさ。子供だけでジャングルに行くなんて絶対やめないよ。大急ぎで追いかけなくちゃ。あんたも怖い目に遭いたくなきゃ急いで村に戻るのがいいよ。どうしてジャングルなんかに来たのさ。チャールズに連れてこられたんだよ。あと星の精を助けにな。おや、まあ、あんたもあのいたずら坊たちと探してるのかい。なら、あんた、あたしと一緒にあの子たちを探しに行くことにしなよ。あの子たち、ジャングルの本当の怖さを知らないから、早く見つけてあげないと。あら、ま、いけない。あんたの名前も聞いてなかったよね。おら、マリオってんだ。よろしくな。最近描かされたんだよ。マリオ、へえ、初めて聞く名前だね。遠くから来たんじゃないのかい？チャールズに連れてこられたんだよ。ジャンボルトを楽しんでおくれ。と言いたいところなんだけど、まずは子供たちを探すのを手伝っておくれよね。え、あ、お前仲間のおっぷく、おっぷくさん。はい、水際にある乗り場でおらを押すと、おっぷくによって水の上を移動できるようになるんだ。はい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 。へえ、水鉄砲、なんか威力40ぐらいのなんか技な気がすんな。気のせいかな。どうすればいいんだ。まあ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 、あ、ここかな。やってみよう。オッケー、来た。おー、
ランダムエンカウントすんかな、ポケモンのやめられた話なんだけど。よし、さあさあさあ、潜れるかな、潜れないね。ああ潜れる、はいはいはい、これ気になるんだよな、ちょっとだけ。よいしょ、はい、なんだお前、出てこいや。はい、いいよー、こんにちは、押し起こしてくれてありがとうさん。いいねー、この島はあったかいからついつい寝くすぐちしまった。俺はフラワーさん、この世界を俺たちの仲間でいっぱいにするのが仕事なのさ。あんたもぜひ俺の種をもらってちょうだいよと言いたいところだけど、あいにく種がまだできていないんだよ。何すぐにでもできるさ、ここはあったかくて気持ちのいいところだからな。後で種を取りに来なよ。俺は気前がいいから会った人には何でもあげちゃうよ。なんか面白いツッコミは思いつかないから、お前のことはスルスルは。ここかな、星のかけらをゲットだぜこの野郎。よっしゃ、これなんだ。よし、はい、あ、なんだこれ、スーパーチシーンのパッチをゲット。地上と天井にいる敵全体に、あ、これ上位互換かな。なんかいるな、なんかいるんだよな、ファイヤー。あー、まあ結構ダメージは増えたのかな、わかんないや。よし、まあ倒したでしょう。はい、まあまあまあ良きに計らえた感じかな。とりあえず先に進もうか。あっ、あったねー、はい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 。まあ残るはパレッタとオプクなんだけど、まあオプクかな、ここは。はい、よし、オッケー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 。はい、さあオプクはスーパーランクになりましたね。水の守りか、なんだ、なんだよ、なんだ、あ、泣いてる、あ、あ、なんだ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 お前ら。ちょっとクリオ、クリオ出番多いぞ今日。擬態層だよ。草むらのふりをして獲物を待っているんだ。最大 HP は8で攻撃力は3、防御力は0だ。噛みつかれると時々毒を受けることがあるんだ。毒を受けるとマリオの HP がだんだん減ってっちゃうからね、早く回復しなきゃ大怪我をするよ。できるだけ大きなダメージを与える攻撃でさっさとやっつけようね。オッケー、これか、よし、どうだ、何にも起こらない。ここじゃないってことか。なんかすんげえプギャってんだけど、なんかすんげえプギャってんだけど、こっちかな。お、いた、いた、はあ、怖かったよ。隠れ星出たら変な草がいて取りたくなっちゃったんだよ。おばさんの言う通りジャングルは危ないところなんだね。言いつけ破ってごめんなさい。迎えに来てくれてありがとう。やっとお家に帰れるよ。こいつ仲間なんのかな。あれ、仲間なるよね、ヨッシーは一匹ぐらい。ここかな、多分ここだろう、きっと。多分ここだろう、きっと。おい、よし、はい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 。あ、なんこれ、あ、 L と R 連打してたらいけた。あ、なんだ、土管だ。はい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 。あ、いるぞ、あかりん、あかりん、まだお前の出番らしいぞ。いた、いたね。はいはい、おい、こら、あかりんでちゅうよ。くるくる回ってた花があって、なんだろうって乗ってみたんだ。そしたらくるくるって飛ばされてこの中に落ちちゃったんだよ。真っ暗だし怖いし、早くここから出たかったのに、ちっとも出口が見つからないの。助けに来てくれてありがとう。じゃあ出口も分かったし、お家に帰るね。冷めすぎだろ。そして高いところよく降りれたなお前。お、なんだこれ、あ、あ、渡れるぞ、渡れるぞ、わ、飛ぶじゃん。あ、うわー、誰か助けてー。あー、それはやばいそれは本当に怖いやつだよ。おい、マジでこれは助けよう、これはマジで助けよう。
俺に興味を持て。なんだ？はいはいはい、来なさい来なさい。さて、ここはクリオの出番ですね。ポイズンパックン。はいはい、ポイズンパックンだ。最大スピードは弱っもうこれで弱いと思うあたりね。はい、怖いのは毒の息だ。息の攻撃力は2だけど、毒を切るとマリオの HP がだんだん減ってっちゃうからね。毒を切ったら早めに回復したいね。オッケー。あ、2体かこれ、2体判定なんか。さあどうしよっかなー。ちょっと一回チャージ、いらない。じゃあミニミニ踏みいらないな。ガツンジャンプで、どうしよう。まあいや、やろう。し、はい、ミスターいや息を吐くなバカタレが。おい、よし、いや、いいって、いいって、いて。ですね、ここは仲間チェンジからの、どうしようかなぁ。レサレサでいこう。よし、でレサレサからの、レサレサビンタかな。レサレサビンタかな。オッケー、よし、はい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 、よしよしよし。まあいいでしょいいでしょいいでしょ。で、間違えた。これで、スーパー地震。はい。よし。はい。はい。行きなさい！オッケー！とりあえず1体倒すのはいいんだ。1体倒すではいい。うん。で、次。はい。息を吐くな。うん。いて。まだまだ大丈夫。オッケー、よし。はい。はい。あ、ミスったけど。よし。レサレサもう一回。よし。はい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 。オッケー。よしよしよし。さっきは慣れてんの、さっきは久しぶりすぎて慣れてなかっただけです。はい。うぐぐじゃないんだよ、お前。うぐぐって溜めながら去ってくんじゃねえよ、お前。よし、オッケー。よし、倒したよ。よしよし、お前もう大丈夫だからな。仲間になるか？お前仲間になるか？うん、どうした？怖かったよ。もうダメかと思ったよ。助けてくれてありがとう、マリオ。これから大人の人たちの見つけ、あ、偉い。偉いよ。こうやってね。こうやって、人って、成長していくんだよ。わかったか、ガキども。オッケー。これを見てるガキども、わかったか。よし。じゃ、一回ね、ちゃんと怖い思いしなきゃダメなんですよね。すごくいい子になると思う。お前はすごくいい子になると思う。こういう怖い経験をしているから。さあ、急いでお家に帰ろう。オッケー。よし。さて、まだいるよな。もう一匹いるよな。はい。あ、さっきからチラチラ見えてたんだよな。おぷくさん、やっちゃっていいっすか。はい、ざますよ、お坊ちゃま。いや、おばこの野郎。あ、泣いちゃった、ごめんな。おはよう。あれ、マリオだ。どうしたの？僕を探しに来てくれたの？あれ、おばさんも？僕、かくれんぼしてるうちに眠くなってここで眠ってたんだ。そんなに心配することないよ。ジャングルなんてへっちゃらさ。でもそろそろ寂しくなる気持ちって大事なんだよな。帰ろうか、もう帰ろうよってやつだよね。木山優作ね。世代バレるかな。大丈夫かな。これで全員帰ってきたよね。はいはいはい。あれあれ、あと一人、マジでまだいるんだ。お前もなんか手伝いや、チャールズ。あ、ここら辺か。あ、はい、ここ多分行ってないわ。はい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 。で、こうして、こうしているかな。いたー。お前ただ一人ぼっちになってたんじゃん。お前、孤独死するとこだったんか。あぶねえ。1時間ぐらいかかっちゃっただ、おい。よし。へへ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 へオッケーオッケーオッ
OK、そうやってね、そうやって人間成長していくもんだからな。見てるかお前ら。おい、おい、この動画見てるみんなは分かったか。一回、何回かね、かくれんぼの2話、やって、もうやってんだよ、もう。もうやってるよ。よし、終わった。よし、終わったぜ、この野郎。よし。さあ、戻りましょう。なんか眠し、もなんかもみんな戻ったな。マリオが子供たちを見つけてくれたおかげで、みんなほっとしたよ。ありがとう。子供たちは村のみんなの宝物だからね。そうだよ、みんな。自分の言葉を大切にしような。虐待なんても、虐待なんて持ってんほかだからなっていうメッセージ性を入れたから俺だ。よし。はい。村長、村長って誰だ？こいつかな？うん。はいはいはい。あれ、お前村長じゃ、あ、あいつか！あいつか村長！はいはい。あいつだな、絶対。マリオさん。住吉たちを助けてくださって、なんと俺を応援したんだろうか。本当にありがとうございます。マジで噂であります。マリオさんと一緒にいらっしゃったチャールズさんから聞きましたが、マリオさんはグツグツ火山へ行きたいということでしたら、はい。ほい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 。さあさあ、こちらへ。なんだ？え？ほい。俺、この辺にあったはずなんだかな。なんだ？あったあった、これ、あ、これなかったら怒るわ。なかったら怒ってたわ。キューちゃんの像は！クリスタルのね。なるほど。あ、待って、あったな。ちょっと行ってくるわ。ここだな。さあ、じっくり行ってやるぞ。ちょっと押すパターン間違えたぞ。じっくり行ってやるからな。ビッグキューちゃんの像、これだろう。はーい。とねー。よし。さあ、いでよ、シェンロン。あ、なんだ、あ、道が続いている。ここ、先に進めてか。ん？なんだなんだなんだ、まだ敵がいるってのかい。ちょっとここら辺巻きでいくぜ。あー、すんごい。岩をそれだけで倒せるとな。オッケーオッケーオッケー。あ、これはこれできないね。これいけるか？ダメか。じゃあ、どっかを。はい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 。オッケー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 。行こう。行こう。未来の冒険者。オッケーフラワー。ファイヤーフラワー、僕が。2曲連続で歌うっていうね。あ、嫁っち声だったな。起きた！よし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 。まだかいな。あ、ちなみにこれ多分あの、あれですね。あの、敵ですね。あ、やっほほほほほほ、おい。はい、どうも。よいしょ。なんか変なのいるな。なんか変なのいるから、とりあえずクリオで。ホワイトカメックだよ。亀一族の魔法使いだ。白い服がなんとなくクールだね。憎たらしいやつよね。最大 HP は11で、攻撃力は3、防御力は0だ。一体を回復するときは5、全体を回復するときは3の回復魔法を使ってくるんだ。こいつは早めに倒した方がいいと思うよ。お兄さんとの約束だぞ。誰だ？ファイヤー、オッケー、よし。よしよしよし。FP まあもったいないとか言ってる場合じゃないから。オッケー、7スターポイントゲット。オッケー。7スターポイントゲット。いいね。よし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 。お、めっちゃ手に入るやん。こっちの方が普通に上手くないか。よーし。なんだ？なんか、どっかの山本出てきたけど。なんだ？よーし。この中入れって言いたいんだよな、多分。よーし。あ、セーブすることができるから、一回終わるか！終わろう、一回。よし。ご視聴誠にありがとうございました。まあ、気になるところで終わらせるっていうね。まあ、なんともね、ちょっと上等テクを使ってしまうんですけれども。まあ、少しでもいいと思っていただけた方、まあ、続きが見たいっていう方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まあ、続きが見たいのに高評価もいることな話なんだけど。あとあれですね、あとね、コメント等で感想等書いてくれたら嬉しいでございます。あとこの他にチャンネルを2つ運営しておりますので、まあ、概要欄もしくはこの後出てくる終了画面に、チャンネルが出てくるので、そちらを登録してください。よろしくお願いします。
ということで、おやすみなさいませ。